最高の一番センター近本、セリーグ新人最多安打記録保持者、そしてオールスター MVP、 ボラス5安打サイクル、赤星以来の14年ぶりの盗塁王、2年目チンクス打率1割のスランプ、スタメン外され、頼れるベテラン福留、熱血指導でマシン打ち込んだ、スタメン復帰で4安打、今シーズン開幕、苦しみ抜いていたけれど、矢野監督がおまじない、4安打の乱れ打ち、今年は3年連続盗塁王と、阪神優勝を見せてくれ。